皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。ここにスクラップブックという、こういうものがあるんですが、これ整理してたら出てきたもので、これがですね、広告ツーリーとありますね。2016年の1月から10月とあります。 今はインターネットでの広告とか SNS 広告といった広告が割と主流ということになるわけなんですが、この当時は紙媒体の広告というのもかなりありましたので、その広告をですね、どんなのを出してたかという記録をつけるために切り抜いて貼るということをしたわけですね。例えばこんな風です。これはミルトルという観察用の 望遠鏡と撮影用レンズを兼ねたシリーズということで登場した製品なんですが、まあ現在売ってないですけどね。一方で現在も売っているこのスカイメモ S。この2つを天文ガイドで広告を出してますよということですね。天文ガイドさんは今も広告を出していたりしますけども、こういった広告を記録として撮ってるというものです。2016年どんな広告があったかというのを今日はご紹介しようと思います。 2016年というと、まだまだ一眼レフ時代だったということもありまして、天文ガイドの広告以外はこのようにですね、もう今はなき朝日カメラの広告があったりするわけですが、トキナーの ATX1420F2 Pro DX ということで、もうこれは当時3桁数字で表すんじゃなくて、116とかね、そういう表し方ではなくって、1420F2 というスペックの書き方をしてますけど、このレンズ、 一眼レフ用、しかも APS-C フォーマットのレンズということなんですが、この単焦点レンズに対してちょい足しできる単焦点レンズという基本コンセプトというふうに書いてますね。ATX1420F2 Pro DX ということで、単焦点レンズに匹敵する描写性で、F 値も明るくって14、mm、14mm 16、16mm 18、18mm 20、20mm、4本分をカバーしていると。 いう考え方だったんですね。まあ、ただこれはフルサイズではなくて、ここに35ミリバン換算でと書いてますけども、21ミ、mm、リ、24ミ、mm、リ、27ミ、mm、リ、30ミリ。ということで、まあ、こういった4本分をカバーして1本なんですよ。メーカー希望小売価格は12万円ですと言ったものですね。当時ですからこれニコンの D とキャノンの D と書いてますけども、まあ、デジタル用の EF と F マウントということですね。 発売が、キャノン用が2016年の2月、ニコン用が2016年の3月初旬ということで、CP プラスの告知も書いていますから、CP プラス直前に出た広告という感じでしょうか。まあ、このね、14-20の広告が続くわけですけども、あ、この当時ですね、これは業界紙、もう今はない業界紙ですけど、カメラタイムスに出した広告ですね。健康フィルターが、 発水フィルター、Pro1D ロ,ロータスシリーズ。これがこのあたりですね。2016年あたりの新製品ということで。あと時長、ATX1420F2 Pro DX。で、三脚ガスリックはエアリーカーボン644。ということで、エアリーシリーズ現在でもありますけども、あれのカーボン版が当時売っていたということですね。そして、キンのニュアンス。コッキンがいよいよガラス製のね、 えフィルターを出したというのがニュアンスシリーズなんで、このあたりが2016年、今から8年前ぐらいの製品群といったところです。で、他にもね、当時日経の夕刊に広告を出してたんですね。これは意外だというところなんですけども、ただ日経さんなのでカメラ用品というよりかは医療関係とか SEC 事業、工学メーカーによる監視ソリューション、 セキュリティシステムのことですね。医療セキュリティ事業を展開してますというアピールを広告してたということなんですね。で、日経産業新聞。これは、ね、日経、あの、業界紙カメラ専門誌とか業界誌以外で、沖縄レンズの広告を出したということで。これは14-20ではなくて11-20ですね。 ATX1120mm F2.8 Pro DX。希望高利価格が11万円。F2.8 の新たな系統を作る大口径スナップズーム誕生ということで。まあ、これはね、ATXi の1120ということで、現行品でも出ています。そして、あら、日経産業新聞いっぱい出してますね。で、1420でしょ まあ、広告って一遍出して原稿を作るとね、同じ原稿をいろんな媒体で使いますから、こういうような展開になるわけですね。で、天文ガイドでは、スカイエクスプローラー SEGT シリーズということで、こういった、まあこれも原稿に近い製品あるかな ?SEGT102M なんていうのはね、今でも、まあ私この共同部分、あの、大切に使ってますけれども、 原稿品でありますね。焦点距離1300ミリ。まあ、これは良い強都だということなんですけども、見たい星を望遠鏡が探してくれる、初心者でも見やすい日本語対応モデルということを謳っていますね。先ほどカメラタイムスではまとめの広告で出てましたけども、単体の広告でも朝日カメラでやってたということで、スリムなトラベル三脚、エアリーカーボンの644と、 そして、現行品でもある。あ、違うな。エアリー V100 とありますから、現行品はエアリー L100 という名前で、名前を一遍変,変えてるんですね。この時は、ロングバージョンしか存在しなかったので V100 だったんですけども、この後、LMS の3サイズにして L、L100、M100、S100 という現行モデルにしてるということですね。反転収納時が469ミリ。そして、 この反転収納時で、このトラベルタイプですね。反転して収納できるタイプでは細いということをアピールするために、この幅 85mm ということをこれでアピールしていますね。さあ、まあ、これあたりが2016年ということなんですけども、もう本当に今見て意外だったのは日経産業とか日経に高校を出してたなということですね。あと、あ、バーダーでミルトルの広告がありましたね。 これは鳥の広告なんですけども、ミルトルの400 m の F6.7 ということで、使ってるカメラが OMDEM1、撮影者が年一中村、あら、青下で今コラボしてる中村先生の作品ではないですか。ということで、意外とね、昔からコラボしてる先生とは仲良かったりするということがこれでもわかりますよね。そういったことで、これが、 2016年の健康トキナーの広告釣りということでした。1420を押してたということがわかりますし、あ、プロワンディロータスの ND、杉和夫先生の撮影した作品でアピールしてたということで、日本初、発水 ND フィルター誕生ということでね、このあたりも2016年当時デビューの製品と、 いうことですね。そして、国金のニュアンスもこのように、かっこいい写真でアピールしてますね。これは作例さっったのは、フランスの方ということですね。田原栄一のこのチャンネルでは今回のようにですね、えー、健康時など歴史、まあこういった資料から紐解いたものも動画で発表しております。ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。